はい、これが白神古墳でございます。これからね、海部山行きますわ。展望が非常に綺麗らしいんでね、ずいぶん上先まで行ったんだけどね、スマホ落としちゃいましてね、引っ返して、どれぐらい引っ返した、15分ぐらい。あー、しんどいね、15分は。ここね、水になかったんですけどね、道をつけてくれまして、綺麗にね、4日間でやったらしいですよ、これ。一回ね、上がったやつ。これ。あの、お姉さんたちね、道を作ってくれてありますね。4人で。雨の中ね、もう終わったんかな。はい、じゃあ海吹山上がりましょう。せっかく来たんだからね。空谷古墳はちょっと無理や言うてましたね。こちら壁図画古墳か、ね、下降りたとこな、上がりましょう。これですよ、これ。さて、2回目の挑戦ですわ。いやー、15分か10分ぐらい歩いたかね。2回目はしんどいね、やっぱり。1回目、そっと上がったんだけどね、これね。ここね、道ね、綺麗にやってくれてるから。もともと温めたんだけどね、これ。綺麗に横にね。よいしょ。はい、上がりました。ここ来ました。よいしょ。もうずぶ濡れでございます。はい、ここも来ましたね。これ2回目でございます、ここね。はい、先来たんで。これ。海吹山城跡。舐めたら帰ってないもんね。こんな降りて上がったんだろうか。さっき上がったんやな。よしよし、ドロドロや。雨濡れてね、ドロドロだよ。この辺まで来たんかな。また登りでっか。急激な登りでございますわ、これまた。城跡。舐めとか書いてよ、書いてよ。書いてくれたらね、励みなんだけどね。分かれん。ああ、登りや。いやー、これももう、古墳やで、これ。どっから見ても。古墳作るにはね、絶好の、あの、形でございますわ。これ、どうなんだろう、これ。調べてないかね、これ。お、なんかあるぞ。いや、調べてないんだわ。古墳ですよ。また下りですよ、今度は。これ、もうちょっとやっぱり階段作ってこないところ危ないな。お兄さんたち。なあ、まだ作ってもらいましょう。極端や、ここは。段差が。よいしょ。白川行く古墳か。ほら、ここも安堵でございます。海吹山。いっぱいありますもん、見た感じね、これ。よいしょ。これもともと使った道やね、これ。これ古いから、ここ。お手伝いにね。あと何メーターでか。それ書いてないんかいね。ああ、また残りかね、これ。こんな古墳みたいな山がいっぱいあるんだけど。どっち、こっち、右。
まだでか。もうそろそろ頂上でございますよ。頂上。貝吹山、貝吹山、これ関係ないの。あと何メーターぐらいあんのやろ。だいぶ歩いたんだけどね、まだ頂上が見えません。頂上が見えないんですわ。もうね、ここみたいな山が、ここがいっぱいあるんで、なんか棒持ってきて石棺入ってるかね、なんか見てみたいかな感じ。そうね、残念ですね、着きませんわ。開けてないもんね、山がね。上上がったら開けてね、言われたけど、白壁で、はい、スカゴン、また降りて上がるのかね。降りて上がる、何メーターですか。書いてないね。何メーターぐらいか書いておいてよ。何メーターぐらいか書いてくれたね。ほら、ここに石があるぞ。関係ないかね。ただの岩かね、これ。ここしろ、あと。いやー、遠かったね。ちょっと覚悟して、今度大変だぞ、これは。二条山どこ見えるの。これが、うぬり山。あ、ここか。二条さん見えた。今日見えやろ言うたんだけど、見えましたね。はい、ここに着きました。あ、いろいろ貼ってあるけど字が細くて読まれ。おお、鎌倉時代貝吹山の城跡ね。城ということは、これは古墳じゃなかったんかな。古墳時代の跡やからだよな。ちょっと上上がってみましょう。15分じゃ来れませんわ、あれは。あのお兄さん、10分か15分で来れるように行かされたんでね。あ、無理でございます。ああ、ここもなんか古墳の、ここがいっぱいあるような感じやね、これ。ここにほら、貝吹山、城跡。はい、見えました、確かに。こういうのもあるしね。お、どういうのもありますか。ほんで、どっち帰ったら帰れるのかね、これ分からんがね、これ。イメージ的にはこう上がってきたんやから、こっちなんだけどな。こっちやな。よっしゃ、こっち行ってみよう。観測学校の方に行くはずやけど、こっち行ったらな。子供が楽やわ、下りばっかりやから。ねえ。これなんだ、これ。これなんだ、こいつは。なんかあったんだろうな、あの石もあるやろ。これ、ここ古墳じゃなかったの、これ。はい、ここからね、観測所が古墳地に行けたらいいやけどね。あれ、書いてないね。標高210メーター、書いてないんやけど、こっちやろ。